所でお迎えください。助手席なんです。はい、ひらちゃん、どうぞこちらまでお願いいたします。はい、お疲れ様でした。はい。すごくね、素顔がやっぱり出た瞬間が非常に歓声が大きかったですね。はい、未来さん、今日こんなに、ごめんなさい、京介さん、今日ね、こんなにたくさんの方がこの県南町をね、見に来ていただきました。皆様の前でね、自己紹介も兼ねて一言お願いいたします。はじめまして、坂瀬京介、22歳です。大学4年生で、もうすぐ卒業できます、はい。今日はですね、自分も初めてのランナーフェスティバルということで、どれくらい の人たちが見に来てくださるとか、自分でも想像とか全然つかなかったんですけど、思ってもたくさんの人たち見に来てくださって本当にありがとうございます。最初はなんかいつもより緊張とかあんまりしないなと思ったんですけど、決勝来て対決してるときとても緊張していたんですけど、無事に演技終えることができてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。京介さんね、普段は非常に寡黙でね、好青年な男性なんですけど、やはり終わってほっとしたのかね、すごくね、言葉がね、熱い思いが出ましたね。ありがとうございます。そしてひなちゃん、ニコニコ顔でね、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ひなちゃんね、皆さんが拍手してくれてます。今までのね、ひなちゃんって一番最初にね、登場して、その次に未来さんとかね、京介くんが出るといったパターンが多かったんだよね。だけど今回はお兄さんたち2人に見守られてのね、披露でした。ひなちゃんのね、今のお気持ちをどうでした？楽しかった？お願いします。今日はこんなにたくさんの人が来てくれて、でも失敗せずに楽しく踊れたので、よかったです。ありがとうございます。しっかりしたコメントね、ありがとうございます。そしたら最後にもう一言だけ、京介さん代表してお願いします。今からね、17日間にわたってこのランタンフェスティバルが開催されます。その中でね、コンスタントにね、ショーに出演していただく形になります。今後のね、抱負も含めてね、ランタンフェスティバルに臨むお気持ちをですね、お願いいたします。はい、そうですね、今日から始まって、明日から本格的にランタンフェスティバル始まるということなんですけど、自分たちも、この講師病を中心に、出演が入ってて、連日出演が続いたり、1日に何公演ってすることもありますが、そうですね、将来的にも人を感動させるような編集になりたいと思いますので、これからもこのランタンフェスティバル含めて応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。京介さんのね、これからさらなる成長をですね、期待しております。はい、そして、皆様にですね、長崎孝子廟としてですね、今から1点ですね、お願い事がございます。はい、今年